ヨナス・ビョーラーは、スウェーデイエーテボーリ出身のミュージシャン。アット・ザ・ゲイツとザ・ホー・オン・テッドのベーシストとして有名。アット・ザ・ゲイツ及びザ・ホー・オン・テッド等で共に活動しているアンダース・ビョーラーは、双子の兄である。1980年代後半に、デモリションのメンバーとして、ミュージシャンとしてのキャリアをスタートする。デモリションは、1987年にデモをリリースし、 その後解散している。1990年にドラマーとして、フェションに参加する。フェション解散後、アットザ・ゲイツを、トーマス・リンドバーグ、アンダース・スビオラー、アルフ・スベンソン、エイドリアン・アーランドソンと共に結成する。ちなみに、トーマス・リンドバーグ、アンダース・スビオラーとは、フェションでも共に活動していた。ファーストアルバム、ザ・レッド・イン・ザ・スカイ・イズ・アワーズのレコーディング後、 アットザ・ゲイツを離脱するが、その後、間もなく復帰している。アットザ・ゲイツの活動前期は、作曲活動をほとんど行っていなかったが、サードアルバム、ターミナル・スピリット・ディジーズから作曲にも参加するようになった。アットザ・ゲイツは、4枚のフルアルバムを発表して、1996年に解散した。1994年には、ディセクションのジョン・ノトベイと、 アンダース・ビョーラー、エイドリアン・アーランドソンと共に、テラーを結成するが、デモをリリースしたのみに終わっている。アット・ザ・ゲイツ解散後、アンダース・ビョーラー、エイドリアン・アーランドソン、及びセインス、サタニックス・ローターのパトリック・ヤンセンと共に、ザ・ホーン・テッドを結成する。ザ・ホーン・テッドでは、多くの曲の作曲を行っている。2007年には、アット・ザ・ゲイツをライブ活動限定。 期間限定で再結成し2008年に再び解散した。さらに2011年に再々結成しライブ活動を行う。ありがとうございます。